覚悟。カーチスか。くらえ。サーズデイ、おのれ、カーチスではないな。お前は誰だ。私を地球勇者キャプテン・ゴードンと知ってのことか。待って、ゴードン。あい、何、地球勇者じゃと。地球勇者が魔王と一緒にこんなところで何しとるんじゃ。あ、いや、これには複雑な事情が。こいつは俺様の家来だ。俺様と勝負して俺様が勝ったから家来にしてやったのだ。今は地球勇者ではなく魔界勇者だ。なんじゃと。地球勇者が魔王の家来じゃと。ご老体。情けない、情けないの。地球勇者の質も落ちたもんじゃ。こちらの事情も知らずにそういう評価を下されるのは心外ですな。大体ご老体は何者なのですか。わしか。わしは初代地球勇者ドン・ホアキンじゃ。初代地球勇者？あのジジが？嘘くせえ。いいえ、昔父から聞かされたことがあるわ。数百年前、魔王を倒すため魔界へ旅立ち、そのまま二度と帰ってこなかった初代地球勇者の物語を。その勇者さんがなぜ今も魔界に？人間の寿命ならとっくの昔にお亡くなりになっているはずですよね。おそらくあれは霊魂だ。魔王を倒すまでは死んでも死にきれないという執念が、死してなお魔界に魂を残したのだろう。どうしてそこまで？もちろん決まっているだろう。魔王を倒すのは勇者の使命だからだ。殿下と同じようなこと言ってる。私は今猛烈に感動している。数百年の時を超えて使命を果たそうとするあの姿、さすが初代地球勇者だ。同じ地球勇者として誇りに思う。でもあんなじいさんじゃ何百年かかっても殿下に勝てないんじゃない？確かにその通りだ。でもなんとかあの人を救ってあげないと。あのままじゃかわいそすぎますよ。おい、そこのアイマニア、また俺様にお前の趣味を押し付けようというのではあるまいな。当たりです。今度あの勇者さんに会ったらわざと負けてあげてください。そしたらあの人も満足して天国に行けると思うんです。バカを言うな。勇者と戦うのは魔王の使命だ。そんなことできるか。どうしてですか。簡単なことじゃないですか。あのかわいそうな勇者さんの魂を救ってあげることもできないほどラハールさんの心は狭いんですか。うっさい。これは魔王と勇者の問題だ。口出しをするな。あのジジイを追うぞ。Bye.
それ。